はい。では早速、不定方程式 127x プラス 52y イコール1。これの1組の整数解を素早く求める方法を皆様にご紹介していきたいと思います。はい。不定方程式の1組の整数解を求めるのってなかなか苦労します。しかし、この方法を使えば素早く求めることができます。ぜひご参考ください。はい。まずはユークリッドのご情報をします。このように 127x プラス 52y イコール1の127と 52でユーグリッドの誤助法を余りに0が出るまで実行してくださいユーグリッドの誤助法は余りに0が出るまで実行しますのでそれに従います 127÷52 をしますすると2余り23ですねはいそしてここから注目ですここの割り算の式の部分の右側の方ですねそして余りのところこの右の部分と余りの部分これに注目しますはい そして先ほどの右と余りの部分を下に持ってきます。そして 52÷23 をもう一回します。すると2余り6ですね。そしてまたはい同じようにこの右の部分とこの余りの部分を用意します。そしてもう一度2 3る6をします。するとはい3余り5ですね。そしてまたまた同じくこのように6と5に注目して6割る5イコール1余り1ですね。同じようにこのように5の部分ですね。 この右の部分と余りの部分に注目して同じようにはい 5÷1 をしますすると5余り0が出ましたしたがって0が出たのでこれで完了となります余りに0が出たのでしたがってユークリッドの誤助が完了しましたその時のここの部分ですね右余り右余りってずっとしてきましたその時のこのここの右のこの部分ですこの部分になんと g が現れますはい g というのは最大公約数ですね つまり127と52の最大公約数は1ということで今回はこの127と52は互いに素にしっかりなってますねそして次に小に注目してくださいこの先ほどのユークリッドのご乗法の式の小の部分ですね今まで右余り右余りで出番がなかったこの小に注目しますやっと出番が出ましたはいこの小をそのまま縦に取り出して次の計算を実行しますそれがこちらですはい まず0と1を下から順に並べます。はい。そして次に隣同士の数を掛け算して、そしてすぐに下の数を足し算します。最初に掛け算しますね。そしてその後に足し算します。つまり、こういう枠の中で隣同士の数を掛け算します。1×1 は1ですね。そして1足す0は1なので、その答えとなる1を上の段に書きます。すると、はい。このように1が出ました。すると、はい。このような数列ができましたね。 そしてさらにまた同じように隣同士の数をかけてすぐ下の数を足します。はい。これをできるまで繰り返すだけです。3×1 は3。3たす1はここで4なのでここに来るのは4ですね。はい。このように4が来ます。すると同じくこのような数列ができますね。はい。そして同じようにまたこのようにします。8たす1の9ですね。なので9の部分がここに来ます。はい。このように9が来ました。数列ができたのでまた同じような計算します。 2×9 は 1818+4 は22ですねなのでこの22の値がここの上の段に来ますよはいこのように来ましたそしてこのような数列が出ましたそしてまた同じような計算をしようと思っても次ここ数字がないですねなのでかける数がありませんつまりできるまでということでここでできなくなるのでこれで終了ですはいするとなんと上2つの数が一組の整数解の数字となりますもちろん今はまだ符号と対応する文字 これは出ていないので注意してください。この22と9のどちらかがマイナスがついたりつかなかったり、x か y になったりします。一組の整数解となりうる数は、しかし、9と22っていうのはもう確定しました。そして、対応する文字っていうものは、どちらが x でどちらが y かっていうものは、これ、右辺が1ですね。なので、この 127x という項と 52y という項のこの代入した値の大きさはほぼ同じにならないといけないです。なぜなら差が1だから。したがって、 ここですね、大きい数字ですね、この22と9で大きい方、つまり22の方は、係数の低い方、つまり y ですね、127と52でいうと、52の低い、この y の方に入れてください。そして、小さい数字が係数の高い方、x に対応します。つまり、小さい数字、9というものは、この127、係数が高い方に対応しています。つまり、x の解というものは9、y の解は22ということになります。しかしまだ、符号が、 決まままってませんねどちらかにマイナスがつきますはいここでもう一つのテクニックなのですが符号というものは 127×9 と 52×22 というものをいちいち計算しなくてもどうせ差が1ということはもう確定しましたね22と9というふうに入れればはい下1桁だけを計算すればいいですね下1桁だけを掛け算すればどうせ差が1なのですぐ検討がつくことがわかりますはいどういうことかというと 127×9 というものをしなくても 9け7をするだけです。そしたら 9×7、63ですね。その時の3の部分です。これだけに注目します。同じく Y は52の2と22の2の 2×2 の4ですね。これに注目します。するとこの項とこの項はおそらく Y の方がプラス1高いことがわかりますね。したがって X の方にマイナスをつけてあげれば辻褄が合ってきれいに答えに1が出るのではないでしょうか。このようにすぐ見当がつきます。 はい、実際に 127×9 というものは1143になりました。 52×22 は1144になりますね。しっかり差が1であることはすでに確定しているので下1桁だけ分かればいい。この3と4の部分だけはもう分かれば、この全体を計算しなくてもいいということが実際に確認できますね。このような桁の多い掛け算というものはもうしなくて大丈夫ということになります。はい。したがって 127x プラス 52y イコール1の一組の整数解は x イコールマイナス9、y イコール22となりましたね。せっかくなので一般解を求めてみたいと思います。 はい。まず、127x プラス 52y イコール1。つまり、余式を持ってきます。はい。元の式ですね。そして、x イコールマイナス9を代入した値と、y イコール22を代入した値。しかし、計算をしないまま、このような形で持ってきてください。そして、この上の余式の部分と、下のこの代入した式の値を引き算します。 すると次のように127括弧 x−9 プラス52括弧 y−22 イコール右辺は1-1なので0となってこのような式になるのではないでしょうかはいしたがってこのマイナスとマイナスはそのままプラスですねなので127括弧 x プラス9イコール −52 括弧 y−22 となりますことですねこの部分は右辺に移行しました はい。すると、x プラス9と y マイナス22というものは、一塊で考えてあげると、x プラス9というものは、マイナス52の整数倍、y マイナス22は、127の整数倍となりますね。k は整数とします。はい。したがって、x について解いてあげると、x イコールマイナス 52k マイナス9、y イコール 127k プラス22となりますね。 はい、したがって 127x プラス 52y=1 の一般の整数解というものは x ス5 2 k ス9 y 1 2 7 k プラス22そして k は整数ですねこのように出すことができますはいいかがだったでしょうか今回は不定方程式の1組の整数解がなかなか求めづらい式を今回は用意しました実際に先ほどの手法を使っていろいろ不定方程式を解いてみてはいかがでしょうか では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。